この世界は自分が見たいように見ていて、見たいように作っている。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。2月19日、一粒万倍日についてお話します。あなたは、あなたが2月19日に大事な役割を持っていると言われたらどう思いますか？そしてどう行動するでしょうか？この2月19日は一粒万倍日であり、天音日という複合開運日です。このような複合した開運日が重なる場合、開運パワーがその日、普通の吉日よりも大きくエネルギーが流れます。そしてそんな日には特に大事なお役目を神様からご期待されていたり、気をつけないといけない方がいらっしゃったりします。そのことについても動画の後半でお話ししますので、必ずあなたがそうなのかどうかチェックしてください。2月19日は複合開運日で、一粒万倍日でもありますので、新しいことを始めるとその影響が大きく広がり、未来への進化と発展の扉が開く日です。しかもそれが天音日という天から守られている、そんなエネルギーが流れていますので、これを活用しないわけにはいきません。この日のエネルギーの流れを無視して日常生活をただ漫然と送ってしまうと、チャンスを逃すというばかりか、逆に人間関係のトラブルや事故などに発展しかねない、そんな日なんです。ですから2月19日がどういう日で、どのようなエネルギーが流れているのかを知ることは、あなたにとって非常に重要なことです。もしあなたが神様からご期待されているその日の役割があるとすれば、それを知らないとそのご期待通りに動けるはずもないし、その結果神様からのご期待に沿えないという悲惨なことになってしまいます。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは2月19日に特に注意すべきことや、この日のエネルギーの流れや、この日の持つパワーを知ります。そしてこの日に取り組むべき、あなたがすべきことを知ります。またあなたがこの特別な日に特に役割を持っているかどうか、それもわかります。それらを知ることによって、あなたがこの日に対して万全の状態で向かうことができます。あなたの未来を変えるかもしれない2月19日を最大限に活用し、大きなあなたの発展の一歩になる話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。一粒万倍日の意味。あなたは一粒万倍日の意味をもしかしたらご存知ないかもしれませんので、簡単にお話ししておきます。一粒万倍日というのは、神様が日本を建国された時に下ろされた神勅、神様からの命令に根ざした日です。その神様からの命令が、言うには稲穂の神勅といって、現代語で分かりやすく言うと、お米を育て、お米で世界を繁栄させ、地球の次元上昇に貢献しなさいというような命令です。これは日本の地に、日本を建国するにあたって下ろされた命令ですので、あなたにも僕にも日本人全員に関係する、日本人が守らなければいけない神様からの命令なんです。そして一粒万倍日というのは、この湯には稲穂の進捗を進めるためのエネルギーが流れている日ですので、この日には未来に向けて新しい何かを始めると、大きくそれが花開く重要な吉日になっています。何かを始めると大きく飛躍する日ですので、この一粒万倍日には13元律という宇宙法則の8矢の数玉が流れている日なんです。13元律というのは、ひふみよ、いむなや、ここのたり、ももちよろずという13の数玉によって、宇宙のすべては進化している、発展していく、そして収束して消え、また生まれるという、すべてがこの循環の中で動いています。その13元律の矢の数玉という8の数玉は、進化発展を表し、人間界、地球における発展や進化をこの日はエネルギーとして宿しているということなんです。そしてこの神様の命令である、湯には稲穂の進捗というのは、日本人は全てお米と関係して生きていき、お米と共に発展していく、そんなエネルギーを宿していますので、玄米を食べることが日本人としての力を覚醒させる、その神様からの思いが発動する日でもあります。ですからこの日は、収穫できていること、それを自分の体の中に入れて、その命をつながせていただけることを感謝しながら、新しいことを始める、すると大きな発展飛躍が約束されているということなんです。天音日の意味。天音日というのは、天からの恩恵が大きく降りてくる日という吉日です。
この天王日というのは5日連続で訪れるというのが特徴で、2月19日はその最終日5日目になります。この5日目の5の数玉、いつの数玉の意味は中心、自分軸、そして安定を作り出す、そして最後に締めて安定させるという意味を持ちます。ですから天王日という天からの恩恵が降りてくる5日間の最後5の数玉、いつの数玉を持つ2月19日は最後大事な部分を締めて安定を作り出すエネルギーが流れているんです。グレゴリオ暦で見る2月19日、あなたも使っているであろう全世界で使われているグレゴリオ暦、このグレゴリオ暦は実の領域という物質世界を表している暦になります。本来暦というのは天体とシンクロして天体の動きとリンクしているから初めて暦なので、グレゴリオ暦は月と言いながら月の動きと完全にかけ離れてしまっているので、グレゴリオ暦は暦ではありません。ただのカレンダーです。ただこのカレンダーの数字にもあまりにも多くの人が使いすぎているので、それがアカシックレコードに上がり物質世界に影響を与えています。ですからこの日のカレンダーの数字、これも大事になります。まず2月というのはこの月のテーマは二極化するものを調和するということがテーマです。二極化していく流れがあるんですけれども、それを調和させようとすること、これが2月のテーマすべきことです。そして19日の1と9、これは一桁の数字、ひふみよいむなやこ、この9個の数字の中で一桁の最初と最後の数字です。これは1と9をシーソーの上に乗っけてみたとしたら、どう考えても9がガーンと落ちそうですよね。そのぐらい不安定なエネルギーが流れる日、これが19日です。もともと2月という二極化に進みやすい中で不安定なので、人同士の争いや対立、いさかい、もしくは本当に戦うなどというようなことにもなりやすい日、それが2月19日のエネルギーです。カタカムナ数歌暦で見る2月19日。では一方で神々もお使いになられている1万3000年前から伝わるカタカムナ数歌暦でこの日を見てみますと、2月22日になります。2の3つのゾロ目の日、かなり二極化のパワーが大きく流れながらも調和するという、そこに向かう気の流れがあるという日になります。カタカムナ数歌暦は気の領域という見えない領域とシンクロする暦ですので、物質世界を形作っている気の領域という見えない精神世界、この精神世界が変わることによって物質的なものも変わりますので、カタカムナ数歌暦の気の流れが大きく物質世界に影響を与えます。すると2月の22日という2の3つのゾロ目の日、これは調和やバランスを考える、意識すると大きく運気が向上していく日ということになります。では暦を総合して2月19日はどういう日なのか、それを言葉で表現しますと、二極化の様相がかなり見えてきて、トラブルや事故などが起きやすいエネルギーが流れています。ただしそのようなエネルギーの流れがあったとしても、二つに分かれているものを調和させようとする、統合させようとする、そのような意図を持つと、この日のエネルギーに乗って思った以上に物事が進む日、運気のいい日になる、それが2月19日です。その日その日には時間の法則のエネルギーも流れています。時間の法則というのは基本的に歴史は繰り返されるという法則です。すると過去2月19日というこの日にどんなことがあったのか振り返ってみると、また見えてくるものがあります。例えば1972年2月19日、連合赤軍メンバーが人質1名を取って浅間山山荘に立てこもった浅間山荘事件が起こった日です。かなり大きな事件でした。そして1985年、中華航空006便急降下事故が起こりました。これはまさに人災です。そして2008年2月19日、イージス艦衝突事故。これもあなたは記憶にあるんじゃないでしょうか。イージス艦アタゴが漁船と衝突事故を起こしました。そう見ると結構大きな事件が2月19日という不安定なエネルギーによって起こされてきたということがわかるんじゃないでしょうか。ではそれを踏まえて、こんな人は気をつけてください。
通勤や通学などに乗り物を使っている方、または業務上で車を運転したりトラックを運転したりする方、19という非常にアンバランスなエネルギーが流れているこの日は特に気をつけてください。運転しないと言っても突然何があるか分かりませんので、この日一日は自分の身を守るということを大事に考えてください。そしてこの日の大事な調和のエネルギーを意識するためにも、例えば満員電車に乗ろうとしている時に無理やり入り込むのではなくて一本遅らせる、そのためにも一本早く家を出るとか、そのような心の余裕を持ちながらお先にどうぞというような意識でこの日は生活してください。譲る気持ちを持って余裕を持って行動することがこの日は吉になります。この日特に大事な役割を持った方、それをお伝えします。それは5のカズタマ、5のカズタマに関係する5が誕生日に入る方、例えば5月生まれであるとか、月は違っても5日生まれ、15日生まれ、25日生まれの方などがそうです。5という数は1と9のちょうど中間にあります。つまり1と9のバランスを取ることができる人なんです。この5の数玉を持つ人は周りに平穏無事なエネルギーを与えることができます。あなたがまずはこの日を注意して生きること、バランス調和を保とうとすることで周りに起きるべき大きな事態が起こらずに済んだりするんです。めちゃくちゃ大事な役回りですので、ぜひその意識を持って、その日あなたの目の周りで大きな事故やトラブルもなく無事に過ごせたとしたら、それはあなたの役割を果たしたということになりますので、ぜひ自分を自分で褒めてあげてください。2月19日にするべきこと、これはあなたは5の数が誕生日に入ってても入ってなくてもやってください。3つお伝えします。1つ目、5の数を探す。中心という数玉を持つ5の数玉を探してください。レシートでもいいですし、電光掲示板でもいいし、時計でもいいです。また車のナンバーでもいいです。とにかく5を探してください。そして探す、フォーカスするということは、あなたが5の数玉を意識してますので、あなた自身も中心や自分軸を元を見直そうというような意識を持つといいです。それにも関係しますが、2つ目、自分軸を意識して過ごす、これをやってください。5の数玉は自分軸、自分がこの世界の中心であり、この世界を作っているのは自分であるというのが5の数玉です。僕がよく言うのは、この世界は自分が作るファンタジーである、自分が見たいように見ているとお伝えしていますが、まさにそれが5の数玉です。この世界は自分が見たいように見ていて、見たいように作っているというような意識で、この日一日バランスや調和を生み出そうという気持ちで暮らしをすることで、事故やトラブルから避けて無事に過ごすことができます。そして3つ目、一粒万倍日なのでお米、それも玄米を食べてください。玄米を炊くのにはコツがあって、以前の動画でもお伝えしていますが、基本拝み洗いをするということと、48時間から72時間水につけること、これをお伝えしています。ですからやってほしいんではありますが、今からお米を研ぎ始めるということであれば時間がないということになりますよね。その場合、最低浸水時間を17時間は取ってください。玄米の中に含まれる微量ですがアブシジン酸というものを吐き出させる効果もありますので、水をつけるのは絶対なんです。ただこのアブシジン酸はそれだけを大量摂取すると危ないというだけで、玄米を食べたら危ないということではありませんので、より美味しくより健康になるために水につけるというふうに考えてください。48時間水につける場合はしょっちゅう水を変えてください。理想的には6時間ごとに変えるんですけれども、せめて朝晩は変えるという感じで変えてください。そしてこの17時間ももうない、2月19日が終わるまでに炊き上げることができないという場合は、この19日から拝み洗いをして浸水を始めてください。この日は一粒万倍日なので、つけ始めてより栄養が上がる、美味しくなるというような気持ちを持って拝み洗いをして水につけて、48時間から72時間経って発芽玄米になってから食べてください。では今日の話をまとめましょう。2月19日は一粒万倍日であり、天音日という複合開運日で、この日のエネルギーを生かさないともったいないということでお伝えしました。
一粒万倍日は神様からの命令として日本人全員に降りたお米を食べて、お米で世界を繁栄させ地球を次元上昇させなさいという命令が根ざす日ですので、玄米を食べることが日本人としての力を覚醒させる、そんな力を持つ日だとお伝えしました。また天音日という吉日でもあり、この日は5日連続の天音日の最終日、5の数玉が宿っている日で、安定を作り出し最後を締める、そんな日になります。この2月19日をグレゴリオ暦とカタカムナカズータ暦という暦で読み解くと、二極化の様相がかなり見えてきて、トラブルや事故などが起こりやすい、そんなエネルギーがあるが、調和するということを意識することで良い運気を呼び寄せることができる日ということになります。そのようにエネルギーを自分の味方につけた上で何か新しいことを始める、そういう日にしていただけたらなと思います。過去を振り返ると、2月19日に起こったこととして、浅間山荘事件、中華航空機の急降下事故、そしてイージス艦衝突事件という人災が起こるエネルギーが流れていることがわかります。そのような不安定な日ですので、その日はかなり注意してこの日を送ってほしいと思います。まずこんな人は特に気をつけてということで、乗り物に乗る人、運転する人、その人たちは特に気をつけてほしいということでお伝えしました。調和を大切に考え、譲る気持ちを持って余裕を持って行動することがこの日の基地になります。そしてこの日特に大事な役割を持っている方がいらっしゃいます。それは5の数玉、5、それが誕生日に入っている方、5月生まれの方、5日生まれ、15日生まれ、25日生まれの方などは1と9の中心としてバランスを取れる方ですので、周りにとって平穏無事を与えるエネルギーを持っていますので、大きな事故トラブルをあなたが止めることができます。ぜひあなたの役割だと思ってこの日を調和させるという意識で事故を未然に防いでください。もしこの日を無事に終えることができたら、ぜひともあなたを褒めてあげてください。2月19日にするべきこと3つ、これもお伝えしましたので振り返りましょう。1つ目、5を探す。2つ目、自分軸を意識して過ごす。3つ目、一粒万倍日なので玄米を食べる。ただしお水につける時間がないという場合は、この日から研いでお水につけ始めるということでも大丈夫です。ぜひこの日は大きな不安定なエネルギーが流れていますが、それをいい方向に転がすということはあなたができるんです。ぜひあなたがいい方向に転がして、あなたの未来をより良くしていってください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、天命地命画命という最もあなたが大事にしなければいけない自分軸、これを明確にするための大事な情報などを配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今予言天狗と友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つをお渡ししてますので、ぜひゲットしてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。あなたは自分でつみれって作りますか？鍋に入れる肉と野菜とかを練ったものです。これが鍋に味を出すし、そのつみれ自体もめちゃくちゃ美味しいですよね。僕のつみれの作り方は、基本的には鶏肉、もも肉の方がジューシーかなと思いますが、別に胸肉でも大丈夫です。それを 250g から 300g ぐらいに片栗粉を大さじ2、そしてネギのみじん切りを半分から1本分ぐらいをドバッと入れて、そして辛味の唐辛子とお酒を大さじ1、だしの素か中華スープの素を入れてよく練ります。そしてスプーン2つで形を整えて鍋に入れていくという感じで作ります。あ、忘れてました、ごめんなさい。ポイントは生姜です。生姜結構多いぐらい入れます。先ほどの分量で言うと 15g ぐらい、でも僕はその方が好きなので入れてますが、好みに合わせてください。このつみれが絶品です。ニンニクのすったやつを入れてもそれも美味しいです。僕は入れますけど、ぜひ試しながらあなたが一番美味しいというものを探してみてください。ということで、ではまた。